クレイグリー・ブラッキンズはアメリカ合衆国カリフォルニア州ランカスター出身の男子バスケットボール選手。ポジションはフォワード。B リーグのコシガ谷アルファーズに所属。2007年にアイオワ州立大学に入学。2シーズンプレーした後に2010年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーを表明。21位でオクラホマシティサンダーから指名されるも7月8日に モリス・ピーターソン、コール・オルドリッチとのトレードで、クイーンシー・ポンデクスターと共にニューオーリンズ・ホーネッツ、現、ニューオーリンズ・ペリカンズへ、さらにトレーニングキャンプ直前の9月23日には、ウィリー・グリーン、ジェイソン・スミスとのトレードで、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズに移籍と、プロデビュー前に2度のトレードを経験。NBA 入り後も結果を残せず2012から13、シーズン開幕前に、 セブンティーシクサーズを解雇された。以降は海外リーグや D リーグを転々とするシーズンが続く。2017年にシガレックスターズに加入。7月28日に名古屋ダイヤモンドドルフィンズと契約した。2019年5月、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの契約満了が発表された。2019年11月、シガレックスターズが契約締結を発表した。 ありがとうございます。